隠し扉か。実習の時とは違う道に繋がってるな。どうやら C が開いたばかりのようだ。急いで追うぞ。アークス2の件はきっちり償ってもらうんだから。さてと、コーチ、ホームだ。今だ。そこだ。さてと、母さん、無事チェンジ。どうす。やーテラブレイカー。のはずですが、妙に計算されたものを感じますね。奥からかすかに物音が聞こえる。十分注意して進もう。そこだ。こちらの先生です。もうせ、烈光寺のホームだ。いいだろう。さてと、ブリューヌ、そこです。スペアリー、はーい、バトンタッチ。あとは任せな。いいもんを。無駄です。おのれ、俺の番だな。うなれ。よし、これで大丈夫だ。よし、掴んだ。当然だな。各種はっ、いつでも行ける。敵か、望むところだ。燃えせ、烈光寺ホームだ。ブリューヌ、いいだろう。何やせろ、ボルカニックハント。任せるがいい。
今だ。やる。俺の番だな。行きます。行くぞ。いいぜ、もらったぜ。チャンスだ。全力します。行きます。戦闘終了、お疲れ様でした。もっと精進しますね。お、宝箱だな。いつでも行ける。まとめて相手をしてやる。もう無線。烈光陣、ホームだ。さてと、ブリューナ。ザコどもが、来いや。俺の番だな。任せるがいい。もう無線。烈光陣、ホームだ。いいだろう。さてと、ブリューナ。俺の番だな。させるか。俺の番だな。任せろよ。ほらよっと、来やがれ。さてと、ブリューナ。あらてか、参る。もう無線。烈光陣、ホームだ。参る。崩れた。そこだ。いいだろう。さてと、一回マイル。もう無線。烈光陣、ホームだ。俺の番だな。ヒギ。いいだろう。俺の番だな。いいもん。行くぞ。崩れた。そこだ。任せるがいい。覚悟を決め。任せろよ。もう無線。烈光陣、ホームだ。任せろや。ほら、行くぞ。
私の番です、ブリューナ。俺の番だな。敵集団を撃破、先に進みましょう。悪くねえな。各種ステータスアップです。当然だな。もっと精進しますね。やったね。やったね。休んだ方がいいかも。よし、掴んだ。悪くねえな。各種ステータスアップです。やったね。やったね。縄文じゃねえか。いつでも行ける。
そこまでだ。何者だ。トールズ士官学院7組レーグリッツ臨時代表の要請であなたたちを逮捕する。おとなしく投降してもらおう。あいつは灰色の騎士。灰色の騎士め、どうやって嗅ぎつけた。撤退するぞ。もはやこの地に用はない。ボイドブレイカー、クリスタルエッジ、エアリアルダスト。チッ、うぜえな。間に合わなかったか。逃げ足の速い連中だ。仕方ない、黒の兵士は後回しにしよう。戦争はもう終わったんだ。不満を持つのはしょうがない。だがクーデターを起こしたところで何になる。ふざけ、英雄の貴様に俺たちの気持ちの何がわかる。灰色の騎士、貴様は裏切り者だ。貴様に憧れて軍に入った者も数多くいる。なのに貴様は終戦に加担し、我ら帝国軍人の宿願を踏みにじった。先に散った仲間たちの無念も、残った我々の悔しさも、貴様に計り知れるものではない。英雄としての責任、何が何でも取ってもらうぞ。それは勝手が過ぎるんじゃないかな。己の責任は己で取るがいい。ま、当たり前のことだよね。それがわからないあなた方に何かを言われる筋合いはありません。みんな、エリゼ、不覚です。参加し損ねました。ふん、もはや言葉は無意味。我らの姿を見た以上、生きて帰れると思わぬことだ。へえ、大した自信だな。やってやろうじゃねえか。数はほぼ拮抗。その上で噂のトールズ7組と正面からぶつかるのは我らとしても避けたいところではある。だが、先ほどちょうどいい切り札を受け取ったばかりでね。本番の前に性能テストをさせてもらうとしよう。何を企んでいるかは分かりませんが、速やかに投降することを推奨します。そうだね。アークス2も取り戻したし、僕も全力で行くよ。ここからはアーミークーが最強カルテットの見せ場さ。その名称には激しく異議を唱えたいところですが、今は不問としましょう。クラウソラス。母ちゃん、行きます。これは一体。そんな、オーバルスタッフも反応していない。戦術オーブメントも使えません。動力機構が全て無力化されただと。これはまさか、4年前にリベールで引き起こされた動力停止現象か。すると結社も絡んでるってか。貴様たちには知る必要のないことだ。ともあれ、これでまともに戦えそうなのは4人だけか。実に素晴らしい。動力停止現象を自在に引き起こす禁断の装置を再現したというゴスペル R。 これさえあれば、バルフレイム級の守りなどいともたやすく崩せることだろう。どうだ、さらに絶望的だろう。もはや我らに負ける要素はない。なら、ここでそのゴスペル R を壊し、さらにあなたたちを拘束すれば、クーデター勢力は打つ手なし。そういうことだな。ふん、虚勢を張るんじゃない。イエス、アッシュ、エリゼ、ここは俺たちで制圧するぞ。悔しいですが、仕方ありません。ここは教官たちに託しましょう。
リンたちなら大丈夫、任せたよ。皆さんの分も私たちが。アーツは使えんが大したことではない。速攻で片付けてやんよ。強敵ですね。気をつけましょう。ホームズ、烈光陣ホームだ。ヒギ、俺の番だな。耐えろ剣老人ジェンブ。いいぜ。もらったぜ。任せるがいい。どうだ。そこだ。行きます。前へ。ヒギ、ありがとうよ。いいだろう。行きます。俺の番だな。烈光陣ホームだ。前ヒギ、そんな。覚悟を決めるがいい。そんな。参ります。この程度。俺の番だな。うなり。深く。続けてきます。はい。ありがとうよ。はっ。俺の番だな。いいだろう。ありがとう。神道。せいぜい頼む。マジかよ。はい。
ありがとうよ。俺の番だな。ごめんなさい。烈光陣、褒めだ。俺の番だな。そこだ。行きます。ありがとう。私の番ですね。俺の番だな。任せろよ。もらったぜ。行くぞ。そんな、負けられない。みんなのためにも。よし、掴んだ。当然だな。悪くねえな。もっと精進しますね。トールズ7組、どうして奴らにこの集会の場所がバレたんだ。要注意対象として警戒していたはずだ。一体どこで情報を。あの正規軍の連中は放っておいてもいいのか。構わん。主な目的はすでに達成した。あの者たちが我らに合流したところで大義をなす助けにはならぬだろう。このままクロスベルに戻って総統閣下に報告を。それには及ばん。君たちにはここで退場してもらおう。洗いざらい吐いた後にな。待ち伏せだと。何者だ貴様ら。よくぞ聞いたわ。私たちは神聖帝。君たちには知る必要のないことだ。名乗るまでもない。ふざけた連中め。構わん、排除するぞ。邪魔をしないで。打ち合わせクリミナルレイド。行くとしよう。崩したぞ。
私の番だ。ぶちかまぜクリミナルレイド。行くとしよう。行きか。スキアリー。よーし。今よ。行くわよ。任せたまえ。ところか。まあこんなものだろう。バカな精鋭である我らがこんな子供に。さてスミン君、ミナーディア君、拷問の心得は。趣味じゃないが一応のスキルはある。こういうのはむしろなあちゃんが得意かな。コツはね、最初は緩やかに苦痛を与えるの。相手にこれなら耐えられそうって思わせるんだよ。それから徐々に苦痛を上乗せして、徐々に徐々に相手の精神を摩耗させるの。それでも吐かないなら次は体を切断するかな。これも一気にじゃなくて少しずつね。まずはつま先、次に足首、その次に膝、最後に太もも。腕も同じね。指の一本一本、手首、肘、肩。でもそんなに切断したら血が流れすぎて死んじゃうかも。だからちゃんと縫い合わせてあげるね。ぬいぐるみのように針と糸で綺麗につなぎ直してあげる。なあちゃんこういうの得意だから絶対死なないようにするよ。そこは心配しないで。でもでもちゃんとした手術じゃないから縫い合わせても動かせないかも。つながっているのに動かせない、痛いのに動かせない。左手も右手も左足も右足もどんなに頑張っても動かせない。お揃いにしたいならまぶたも口も縫っちゃおうか。そうしたら意識だけがそこに残って何をしても無駄になるの。でも大丈夫、体に糸をたくさんつないでなあちゃんが動かしてあげる。お人形さんのようにね。あ、そしたらなあちゃんのお友達にできるかな。でね、それでも吐かない人には次はもっと楽しくなるの。口にね。いい、もういい。
全部話すからどうか勘弁してくれ。ナーディア、怖い。やだな、ラーちゃん、本気にしたの？本気じゃないの？もちろん本気だよ。ナーディア、ほどほどにな。ごめんね、ラーちゃんが可愛くてつい。あれはただの脅しだよ。今はもうあんなことはしない。今はって世の中には知らない方が幸せなこともあるよ。それともラーちゃん、試してみたい？私先に行って道を探ってくる。一人で行くな、迷うぞ。まったく。あらあら、ちょっとやりすぎちゃったかな。さっきの演技、なかなかの迫力だったな。それとも実践済みだったかね。さあどっちかな。どちらにしても大したものだ。気のせいとも思ったが、やはりか。あっさり私への協力を同意したようだが、実は君こそが最も私を警戒していた。最初から、そして今もな。おう、よく気づいたね。スーちゃんはああ見えて根はとても優しいから、こういうのには向いてないんだ。だからこれは私の担当。ほう、君たちは実にいいコンビだ。それはどうも。部分的に突出した能力を持つが、団体としてはあくまで未熟。けれど二人合わせることで高い次元で完成している。まるでそう選ばれ訓練されてきたような。そういうのは関係ない。そうやって人のことを分析するのが好きみたいだけど、あなたもその対象であることを忘れないで。し、2日間一緒に行動したことであなたの正体にはすでに当たりをつけている。情報があまりにも錯綜しているからまだ確証はないけどね。つくづく優秀だな。頼もしいことだ。もしあなたが私たちを裏切るようなことを、少しでもスーちゃんに悪意を向けるようなことがあったら、どんな手を使ってでも必ず後悔させてあげるから。それはつまりだ、逆に言うと、君たちの不利益になるようなことさえしなければ、私たちはいつまでも愉快な仲間たちでいられる。私は優秀な協力者を得られて、君たちは莫大な報酬を得られる。違うかね？違わないよ。そういう悪党っぽいのに単純明快なところ、なーちゃんは好きだよ。ああ、でも恋愛感情の好きじゃないから。なーちゃんにはすでに生涯を決めた相手がいるの。しかし彼の方は君を手のかかる妹くらいにしか思っていないのでは。やはり鋭い。それはおいおいの課題ということで。まあせいぜい頑張りたまえ。ごめんごめん、ラーちゃん、さっきのは冗談だよ。やれやれ。ところで何を話していたんだ？何、世間話さ。取るに足らないね。さて、
隙をついたぞ。俺の番だ。打ち落とせ。みんな上に。よし、続いてくれ。どうしようかな。隙あり、行こう、スーちゃん。ああ、はっ。行くとしよう。行きな。隙あり。よし、ざっとこんなもんだ。まあこんなところか。レベルアップだね。悪くない。行くとしよう。
感謝しておく。よし、打ち合わせ、みんな上に。俺の番だ。続いてくれ。楽しい。私の番ね。どう？行くとしよう。行きた。好きあり。まだ動詞なしの動き。行くぞ。試合に行こう。クリストフレー僕のガンドレインどうしようかな。打ち合わせ、みんなのレインどうしようかな。私の番ね。どう？これがローゼンベルク人形の力。一息つけたな。楽勝なんだから。よし、打ち合わせ、みんなのルール行くぞ。続いてくれ。楽しい。私の番だな。行きた。好きあり。行くよ。行くぞ。やっ、崩したぞ。ダメージ。よし、怪我はないな、ナディア。機能向上ね。
どうしようかな。やるしかない。こいつで終わりだ。潜伏に利用されてきた。小説より奇なる魔窟だよ、ここは。俺の番だ。
としよう。ぶちかませ、クリーナルレイド。任せたまえ。補足。私の番だ。アークスプロ。いくぞ。よーし。行くわね。
感謝しておく。褒めてあげる。させるか。手当てするね。感謝しておく。もう動けない。行くぞ。ちょっとピンチかな。さ、感謝しておく。褒めてあげる。俺の番だ。ターゲット続いてくれ。こんなところか。レベルアップだね。こんなところに出るとは。これで逃げ切れたかな。なあちゃん、もう疲れた。おっと、これ以上は行かせないぜ。し、クローアームブラスト。さすがに俺のことは知ってるか。先代としては嬉しいぜ。地雷でのいざこざでもうしばらくこっちには戻れないと踏んでいたが、あっちも確かにまずい状況だが、ひとまず弟分に任せておいた。頼りになる後輩がいるってのはありがたいことだぜ。俺たちの行動を読んでここで待ち構えていたのか。誰なのこの人。予定になかったけど、なあちゃんの届け先だったかもしれない人。でも2年前の内戦以来そう名乗ったことはないから候補から外したの。それで肖像権でも主張するつもりかね。もしくは名誉毀損とでも。そうしたいところだが、こっちとしてもちょっとした黒歴史でね。その仮面を見たら思わずぶち壊したくなるんだよ。君のあれよりはセンスのいいデザインだと思うのだが。そういうのは本人が一番分かってないもんだ。後になって絶対に頭を抱えたくなるぜ。ご忠告ありがとう。君の負けだ。いや、時間は十分に稼いだ。俺の勝ちだぜ。クロウ、どうしてここに。やっぱりあのシーはクロウじゃないんだね。時間をかけすぎたか。
話は後にしてくれ。まずはこいつらを倒すぞ。あんたたちはここで捕らえる。その仮面を暴かせてもらうぜ。西陣、今度は僕が相手だよ。改めて覚悟してもらおう。刻むぞ、シャドウステップ。シュレイ、私がついてるわ。感謝しよう。今だ。俺の番だ。行くよ。感謝しよう。とりゃー、行くぞ。続いてくれ。私の番だ。あんたたちはここで捕らえる。その仮面暴かせてもらうぜ。西陣、今度は僕が相手だよ。改めて覚悟してもらおう。
ざむぞ、シャドウステップ。アークスプロセイン、押さえろ。よし、どう、チャンスね。押さえろ。
よし、ターゲット崩したぞ。せ、やりやがる。よし、強化する。やあ、どうしようかな。刻むぞ、シャドウステップ。いくよ、隙ありだ。やはり手強い。やるじゃねえか。ほらパイセン、自分を語る奴に押されてんじゃねえぞ。言ってろ。リン、こっちから仕掛けるぞ。ああ、後輩トールズ7君、私の本気見せてあげる。さっきのようにはいかないぞ。じゃあ始めよっか。ヒグ、いいぜ。さてと、耐えろ剣老人玄武。さてと、ブリューナ、任せるがいい。やっ、うん、今よ、救護します。ありがとうよ。ありがとうよ。よさせるか。ターゲット捕捉。任せるよ。気を逃すな。バリアントレイジ、ここは防御を固めるぞ。いいぜ。やっ、俺の番だな。今だ、合わせてくれ。任せるな。さてと、ありがとう。礼は言おう。いいだろう。耐えろ剣老人全部。任せるがいい。そーれ、ブスッと元気なーれ。マイル強化する。するか。やるしかない。こいつで終わりだ。
番だな。参る。ヒギ。さすがだ。人形はデリケートなんだから。任せろよ。ほらよ。私の番です。アークス駆動。いいだろう。燃やせ。烈光陣、ホムラ。俺の番だな。俺の番だな。今だ。私の番です、ブリューナ。そこです。もらっちゃう。任せろよ。崩れたぜ。全力します。さあ派手に踊るとしようや。おねんねするにはまだ早いぜ。噂以上だったな。マイル。燃やせ。烈光陣、ホムラ。危ないかも。は？行かせません。さすがに四大八は厳しい。そこだ。待ってたよ。もらった。やれやれ、こうも早くバレてしまうとはね。のあ。やっぱり、また成長したな、ユーシス。リーン君たちも。兄上、ランファスだ。おいおい、こりゃさすがに予想外だぜ。クロスベルにいるはずじゃ。ルーファス元総督。いえ、ルーファス新総督。どうしてあなたがここに。残念ながらその肩書きは私のものではない。どういう意味ですか、兄上。あとは自分たちで考えたまえ。私にも私の宿題があるのでね。来たか、ちょうどいいタイミングだな。撤収だ。何するの？レディの扱いがなってない。スーちゃん。あ、待って。飛行艇まで用意しているなんて。くそ、準備良すぎだろ。ルーファスさん、最後に一つだけ教えてください。カレイジャス2号、オリバルト殿下夫妻をかどわかしたのは本当に兄上なのですか。いや、私はあくまでその事件を餌にさせてもらったに過ぎない。餌？じゃあ殿下たちは一体。カレイジャス2の行方を知りたければノルド高原に行くといい。それはどういう。それでは諸君、次に会うことがあれば、そうだな、クロスベルの地で。